川島は、香川県高松市南東部にある一地区。由良町、川島本町、川島東町の3町からなる。かつては、全域が、木田郡川島町として存在し、1955年4月1日に山田町となった後、1966年7月1日に高松市へ編入された。地区は、高松市南東部に位置し、 旧山田町の中心部となっていた地区である。人口は2010年時点で1万8 9人、世帯数は3914世帯であり、2010年までの10年間では、ほぼ横ばいか微減状態である。面積は6.05平方キロメートルと高松市の地区では平均的な広さであるが、人口密度は1平方キロメートルあたり1646.94人と、 高松市の平均を上回っている。川島本町交差点を中心とした、県道12号三木国分寺線と、県道156号西、上田高松千円線に放射状の集落が形成されている。全域が高松平野の一部であるため大きな起伏は存在しないが、地区北部の由良町には、標高120.3メートルの由良山が、古鉱物として存在している。 戦場地を形成する高松平野の特性上、地区の南に行けば行くほど標高は上がり、同時に、車道もきつくなる。そのため地区の南に隣接する西上田地区、東上田地区ではほぼ丘陵地帯を形成するに至り、高松平野はその付近を限界としてい南は、佐ぬ山脈に連なる。地区の中心には、春す川が干柳する。香川県の典型的な平野の特徴であるため池は、 北部を中心とした平野部ではなく南部を中心とした丘陵地帯に多く存在する。高松市編入以前は山田町を山椒地区内には多くの農地が存在し、主に稲作を中心とした農業が行われている。しかし、郊外化による宅地開発で農地は年々減少する傾向にある。 地区内に大規模な第二次産業を集中地帯はないが、中小の工場が点在している。また、由良町の由良山で採れる由良石は、建築用の特産品であり、1935年頃には、三大都市圏における高級建材として利用され、需要が急増した戦後は、高度経済成長を支えた土木工事などに年間、約20万トンが産出された。 特に皇居東底の宮殿広場で敷石として使用されていることでも知られる。県道12号三木国分寺線の沿線を中心にスーパーマーケットや古くから続く個人商店などが立地している。地区内の小学校は高松市立川東小学校が存在し、中学校は高松市立山田中学校が存在する。小学校区は川島小学校が 地区の全域を校区としているほか、隣接する西上田地区の池田町の一部も校区としている。中学校区は、地区内に位置する山田中学校が全域を校区としているほか、残る旧山田町三地区も校区としている。この地区の行政サービスの中心としては、高松市山田支所があり、当地区だけでなく旧山田町全域における各種住民サービスに対応している。 またそこは、公民館も兼ねていて、川島コミュニティセンターとして、地域交流、生涯学習の中心となっている。地区内に、鉄道駅は存在しないため、最寄り駅は隣接する地区にあることでん、長尾線水田駅や高田駅となる。地区内を通る、バス路線はことでん、バス3メッセ、川島、西上田線の1路線4系統が存在する。 全系統とも、JR 高松駅発ことでん、河原町駅経由で、地区内では西上田線が、県道156号にし、上田高松線を路線とし、川島線3系統は、途中から県道12号三木国分寺線へ、分岐している。川島線3系統の路線は上り方ではすべて、異なる場所を経由するが、地区に入る直前ですべて同じ経路に合流する。基本的に、 高松市東部小高松地区の前田山にある高松局を受信する。古い建物などでは、岡山県玉野市の金鉱山にある岡山局を受信している世帯もあるが、それらの世帯でもほとんどは加えて、高松局も受信している。高松局を受信する場合は、アナログ放送でも UHF アンテナ1本で全チャンネルが受信できるが、 アナログ放送において、岡山局を受信する場合は、UHF アンテナと VHF アンテナの2本が必要となる。なお、デジタル放送は全て UHF アンテナ1本で済む。県外8区内に主だった観光施設はない。ありがとうございます。